カウンターもとする形になってます。おお、追い出した、うまい、反動で弾き出した。さあ今回はこちら B4 ストア限定シャークエッジ 560GF メタルコートブルー、 B4 ストアでしか買えないシャークエッジのブースターだね。で、メタルコートブルーなのでシャークエッジは青色と。ではまず中見ていきましょう。さて中身がこちら、ブレードがシャークエッジのメタルコートブルー、急角度のアッパー刃で相手の懐に潜り込み低い位置から跳ね上げる設計、メタル塗装で性能アップ。まあ通常のシャークエッジが乱舞のレアだったのに対して割と入手難易度がかなり下がって、カラーリングも結構ねかっこいい青色なので、見た目もねレアの乱舞と遜色ないレベルっていうか、まあメタルコートされてる分こっちの方が若干優秀になってるかもね。まあそんなレアの乱舞とかセットにしか今までシャークエッジのブレードは入ってなかったので、割と入手難易度が下がったと。そこは結構ありがたいことだね。ではシャークエッジの重さ比べしましょう。通常と、まあ通常って言ってもこれ結構使っちゃってるけど、レアの乱舞の分とメタルコートで、通常が 34.6 に対してメタルコートが、あ、メタルコートの方が若干あれかな、低くなっちゃってるかもな。まあなんか前にも言ったけど大量生産品なので若干ね、作れば作るほど性能の差が出るんだけど、まあ今回のはどうやら通常の方が俺が持ってるのやつでは重いっぽいね。うん、 0.01 重さに差があると。まあでもメタルコートなので見た目がねかなり変わってかっこよくなってるので、もともとかっこよかったんだけど、まあそんな差かな。ちょっと重さの差は今回あんまり出なかったけど、まあ見た目の差を楽しむっていう感じになるかな。で、ラチェットが560ベイを低めにセットして遠心力でバランスをとって相手の懐に潜ってアッパーするっていう構築だね。で、ギアが GF ギアフラット、先端まで伸びたギアがエクストリームラインにかかりやすくて高速エクストリームダッシュしやすいと。まあフェニックスの例があるので、まあ、フェニックスにしか今までなかったので、これもまた若干入手難易度というか金額が下がった感じだね。フェニックスはスターターなので、ランチャー付属でちょっとだけ他のベイに比べて高いので、そのあたりとかも比べると若干安くなってると。で、軸が透明で若干ラメ入ってるけど、まあこれはコバルトドレイクのフラットが同じ感じだね。軸が透明と。色は赤と。で、その3つを組み合わせると、シャークエッジ 560GF メタルコートブルー。まあこれは結構アタック。まあデフォルトのシャークエッジが下からアッパーで突き上げるっていうのに特化した構築なんだけど、そこをギアフラットでさらに加速することによって、攻撃力アップするっていう感じだね。まあデフォルトに比べると若干1ミリ高いのかな、ローフラットなので1ミリ低くなってるから、まあ若干デフォルトよりは高いけど、それでもアッパーバー全然発動すると思うので、かなり強力なアタックタイプなんじゃないかな。ではバトル見ていきましょう。ではバトル見ていきましょう。お相手ドランダガー。シャークエッジのアッパー場で速攻決まったな。一応前後入れ替えるか。お、激しくぶつかりしたが、
光のせいでだいぶスタミナ持ってかれたが、ああ、まあお互い今激しくぶつかっちゃったもんな。お次ヘルズチェイン。おお、ジャンピングアタックしたね今。あまりにも速攻すぎるぞ決着は。いいアタックしたね今またシャーク。まあやっぱ欠点はスタミナのなさだね。スタミナで残られるとギアフラットなのでスタミナが残りにくい。もう早速青く染まり始めた、ね、粉で。お次ウィザードアロー。ダメだこれ。速攻で吹き飛ばしたかったがボコボコ。いい当たりした。さあどうしよう。うまくたまない。あー、うまくたまなかったな。エクストリームにうまくかめば吹っ飛ばせたかも。いいんだけどな。あー、ダメだ。ウィザードが上手すぎるんだよな。あー、ウィザードがマジでかわし上手すぎる。お次ナイトシールド。あ、でもナイトシールドすっげー弱ってるな。あ、でも残られちゃったな。スタミナのなさだな今の。でお次はシャークエッジ。さあシャーク対決、低い方が有利そうだけど。お、追い出した。エクストリームフィニッシュ。いや、あ、めっちゃ加速しやがったなと思ったら速攻で追い出しやがった。スタミナ対決になるとどっちももろい。お次バイパーテイル。おお、もう一回加速しないかな。あー、2回目の加速が来なかった。削られた。おお、果敢に攻めるがスタミナを自身が大きくロスした。あー、やっぱアタック系速攻決めねえときついな。お次スフィンクスカウル。さあ、おいおい、どこにいる。カウンターものとしてアタックってますが、おお、でもこれはギリ先に止まってたもんな。今止まった状態で弾き出したもんな。もう一回やろうぜ。カウンターされた。パーツは優秀なんだけどうまく戦いに立ててない。あー、まあディフェンスだからな。スフィンクスカウルが今回強かった。お次コバルトドレイク。さあアタック同士、先打ちのコバルトがだいぶ弱ったかな。うん、そうだね、先打ちの方が弱ったね。さあいいアタックをお互い見せるが、あー、ここちょっと分かりづらいな。先打ちがどうしても弱る。青いもの同士の対決だったのに。今うまく残ってればお互いの決着見れたな。おお、追い出した。
お次、スペシャルクロスヘルズサイズ。さあ、このヘルズアタックですけど、あー、オプションバースト。なんか今ヘルズから仕掛けてバーストしなかったかな。ジャンプアタックするな。サメうまい。反動で弾き出した。さて、バトル見ていきましたけど、まあ割と五分の勝負って感じかな。まあ、スタミナ系には、スタミナとディフェンス系には極端にちょっと弱いかなとは感じるけど、まあギアフラットだからね。加速して、自身のスタミナ消耗するし、あんまりスタミナが残りにくいっていう軸なので、まあ、本当に初手アタックが結構命になる構築だったかな。まあで、結構ね、メタルコートのあたり的には片方に俺はなんか集中しちゃってるね。こっちが結構削れてて、こっちあんま削れてない。まあアッパーってよりもここで殴るって感じになるのかな。削れ的にはやっぱこの一番出っ張ってるとこか先端が結構削れてるので、アッパーだったらこの辺が削れそうだもんね。あんまりアッパーっていうより側面で殴るっていう感じの構築かな。まあやっぱデフォルトのシャークエッジと比べて低さが他のベイとあんまり変わらないから、若干アッパーしにくいのかもね。まあパーツの、それぞれのパーツ自体もかなり優秀だし、メタルコートブルーのシャークエッジのブレードが手に入るってのもいいベイなので、まあ最悪パーツ取りにでも全然使えるかな。赤色のギアフラットとか、でもまあギアフラットが結構アタックとしては優秀、加速力優秀なので、ギアフラット目当てでシャークエッジ買うのも全然あり。まあ今回のベイは B4 ストア限定の発売なので、ネットのタカラトミーモールとかでは売ってないけど、まあ実店舗に赴いて買ってもらうしかないかな。まあ B4 ストアについては公式サイトに、まあ各都道府県のどこか B4 ストアですよっていう検索ができる場所があるので、一応概要欄にその URL 貼ってあると思うので、そっから自分のね、近い B4 ストア調べてシャークエッジ買いに行くのありなんじゃないかな。というわけで今回は B4 ストア限定シャークエッジ560GF メタルコートブルーでした。